だな。いいな、やっぱり将来は海の近くに住みたいです。マレーシアの東海岸を巡る一人旅は、まあ、今一人で来てるんですけど、もともとは友達と島とか行く、そのファーヘンシャンだったりに行く予定だったんですけど、ちょっと変更になったので、一人でこの東海岸に来てプラプラとゆったり歩いて旅してるんですけど、なんか全然やっぱまだまだマレーシア2年くらいいるはずだけどね、まあケールにしかいなかったし、さらにはパンデミックの中しかいなかったからなもあるけど、全然色知らないなーって思ってるし、なんかこうやって一人になってプラプラするってきっと大切だなーって思いました。そんな感じですかね。すごいゆったりなの流れが。こんなにいいところに来ると、ゆったりしたところに来ると、いろいろ考えますね。はい、っていう、ちょっとただただ喋ってみました。でも早くなんか、お父さんとお母さん、家族にマレーシアに来てもらいたいっていうか、もらいたいので、もらいたいなと思います。お父さんとお母さんと妹と弟いないわ。妹とお兄ちゃんとかみんなでマレーシア に連れてきたいですなって思いました。はい、バイバイ。うん、いや、金曜日だからかお店がほとんど閉まってますね。本当に。なのでクアラトレンガヌに行かれる方はきっと平日、まあ、月火水木とかの方がいいと思います。本当に閉まってる。お店がやってない。ちょっとバス乗るまでショッピングモールの中で待ってようと思ったけど、モールもやってませんでしたってことで、どこで待とう。大変だ、暑い、死んじゃう。どうしようどうしようどうしよう。はい、まあ、どっか探します。そうですね、今は、クワンタンのバスゲートに来ました。今日で私の一人旅、マレーシアの東海岸巡るっていうのは終わりなんですけど、今回はコタバルからクアラトレンガヌで、今日がクワンタンを回ってきました。感想は、そうですね、コタバル、今回の順番、コタバル、クアラトレンガヌ、クワンタンみたいな順番で通ってきて、なんかどんどん田舎からどんどん都会になっていった。なんか最初のコタバルから特にクアラトレンガヌの中でのバスは本当に周り全員なんだろう、マレー系の人ばっかりで、なんか全然怖い思いとかはしてされたりしたことされたってことはないけど、なんかその自分がマイノリティであることでじろじろ見られることに対して、なんか勝手に怖い気持ちを抱いてしまったりしてたなって思います。で、クアラトレンガヌはコタバルより都会になってた。うん、そうだね。で、そこは海の本当に近くで、海にもちょっと行けたので、ちょっとっていうか、まあ見ただけなんですけど行けて、ああこの雰囲気好きだなって思って、そこにはやっぱり中華街もあったから、なんか最初コタバルで感じたような、なんか私がザ・マイノリティであることに対してジロジロ見られて減って、そこで感じる不安っていうのは
まあ、減ったんだなって思いました。で、これだ。あ、呼ばれた。これだ。乗って帰ります。This one。あ、Thank you。すごい。じゃあ、さあいよいよ帰ります。Thank you。バイバイ。ふふ。ふふ。ふふ。ってことで、はい、バスに乗りたいと思います。一回切って、はい、バスに乗りました。いやなんか、バスがレベルアップしてった、どんどん。その小滝、小田原から、それがトラ、ん?クアラトレンガヌ。そして今回、そこからクアランタン。で、最後、クアランタンからケールなんですけど、バスがレベルアップしてった。幸せ。で、そうですね、なんかまあ、うん、楽しかった。初めてマレーシアの方、やっぱ普段は KL とかも本当に都会、日本より全然進んでるところもあるようなところにいるので、もちろんそこで感じるマレーシアらしさっていうのもあるけど、都会に来ることで、か都会じゃなく都会からこっちの田舎の方に来ることで感じるなんかマレーシアっていう側面にも触れられて、すごい良かったなって思います。そうですね、うん、とりあえずちょっと疲れたのでバスでゆっくり休んでいきたいと思います。で、そうだな、なんか田舎の方通ってみて、やっぱりマレーシアのなのすごいフレンドリーさだったり、本当によくしてくれる。なんか言葉は分からないのに、私が日本人って分かって、こいつマレー語通じないなって思って分かったのに、なんか話しかけてくれて、手助けしてくれる、うん、あーなんかっていう姿とかに、私もそう、なんかそうでありたいなって思ったし、日本でなんか一人旅だからこそ感じる面とかもたくさんあって、よかったなって思います。ってことで、ケールに帰りたいと思います。まあいずれもっとどんなことを感じ方かとか、どんなことを考えたかとかは YouTube にはあげるの恥ずかしいので、文章でまとめてどっかに載せておきたいと思います。